ここからはオフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。このコーナーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介しております。今回のシリーズは今は亡きあの人へ伝えたい言葉です。今は亡きあの人へ伝えたい言葉プロジェクトは、人と人の温かいつながりや人の優しい心を多くの人に伝えていこうとの思いからスタートしました。全国から寄せられたたくさんのお手紙の中から毎日1話ずつご紹介していきます。本日ご紹介させていただくのは埼玉県21歳女性のお手紙です。タイトルは私のおばあちゃんへ。私の中でおばあちゃんの家は安心できる場所でした。何度か家族と喧嘩をし、おばあちゃんの家までプチ家出を繰り返していましたから、いわば避難所でした。家族に言っても理解してもらえなかった愚痴をおばあちゃんは共感してくれました。その時どれだけ救われたか知れません。口は悪くても優しく迎え入れてくれるおばあちゃんが大好きでした。ただ後悔していることがあります。おばあちゃんの体の変化と隠されていた真実に最後まで気づけなかったこと。ある日整体から帰るところだったおばあちゃんと遭遇しましたね。その時先生に対して私をこう紹介したのを覚えていますか？めいなんですけれど、あまりに現実味がなかったので聞かなかったことになりました。夏、おばあちゃんはついに入院してしまいましたね。細くやつれていくおばあちゃんの姿を見るのはとても辛かったです。おばあちゃんが入院してすぐくらいのことだったと思います。妹に母の旧姓とおばあちゃんの名字の違いを言われ、今まで知らんふりをしてきた現実を受け止めました。不思議ですね。18年間生きてきて深く疑うことなどしなかったのですから。夜中すでに寝ていた母を起こして尋ねました。母はすべてを話してくれました。早くに亡くなった実の祖母と蒸発してしまった実の祖父の話、そして片方しか祖父母がいないんじゃかわいそうだからと、子供のいない大おば、おじであるあなたたちが祖父母の代わりになってくれたこと。この時おばあちゃんがめいと呼んだ理由をようやく理解したのです。母がおばあちゃんのことをおばと呼んでいた理由も合致しました。ずっとおばあちゃんの略称だと勘違いしていたんですよ。泣き虫な私はやはり号泣しました。おばあちゃんは本当のおばあちゃんではなかったという寂しさと、それと本当のおばあちゃんでないにかかわらず、生まれた頃から私を孫として可愛がってくれていた感謝の気持ち、それ以上に迷惑をかけた後悔の気持ちが押し寄せました。どうしてあんなにわがままばっかり言ってしまったのだろう。小さな頃から困らせてばかり、怒らせてばかりでしたよね。思春期にはたくさん心配をかけました。このことをずっと謝りたかったんです。亡くなる前に言いたかったけど言えませんでした。今だから言えます。ごめんなさいおばあちゃん。でも今までずっと本当にありがとう。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。また本日ご紹介したお手紙が収められている本、今は亡きあの人に伝えたい言葉3、2012年版をプレゼントさせていただきます。そして皆様からの質問やご意見ご感想も募集しています。本ご希望の方、またはご感想ご質問等は住所氏名をお書きの上、メールでは info@nara.fm info@
nara.fm。 ファックスは 074224-8422、 074224-8422。 郵便の場合は郵便番号 630-8334、 奈良市西野信也町43番地、奈良 .fm オフィスシオンの係までお願いいたします。お問い合わせは奈良 .fm へ、電話 074224-8415、 074224-8415 です。今日ご紹介したのは埼玉県の21歳女性のお手紙、私のおばあちゃんへでした。このコーナーではこのように毎日1話ずつ、人と人の温かいつながりや人の優しい心を多くの人に伝えていこうという思いからスタートした、今は亡きあの人へ伝えたい言葉、こちらをご紹介してまいります。明日もどうぞお楽しみになさってください。オフィスシオン FM しきたりアカデミー、このコーナーは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。